け出せなくなっちゃったマリオはピーチ姫を助けるためにスーパーマリオランをやることにしました。ではスーパーマリオランをやるときの様子を見てみましょう。早くピーチ姫を助けないと。ここを走ればいいんだ。あれ、クリボーだ。こんなの簡単、飛べばいいんだ。またクリボーが出ちゃったよ。もう、えい。あ、またクリボーだ。しつこいな。次はどんなのが待っているんだろう。わあ、テレサだ。な、何されるんだろう。わあ。ちっちゃくされちゃったよ。うん、もう引っかかるものか。そういうことでマリオは5年間ずっとそういう感じで行ってみました。行かなくちゃ。それで5年後、ピーチ姫助けに来たよ。あー、ピーチ姫がいない。どういうこと。わー、もうこんなところでもともとしてられない。よし、もう帰ろう。抜け出せちゃったの。そんなの聞いてないよ。